最初に報告でしたっけ。最初事務的な報告でしたね。あの囲み会見開始します。まずあの、横山幹事長の方からご報告ございます。はい、はい、いやお疲れ様です。大阪維新の会の全体会議をオンラインで開催いたしました。全体会議冒頭でですね、吉村代表の方から3点、参議院選挙の総括と、そして2点目が大阪市長選挙の予備選挙の実行委員会、準備委員会の設置、準備委員会の委員長には、山下市会議員を指名されました。また日本維新の会の代表選挙についても、吉村代表の方から方向性のご教示がありました。次に議題といたしましては、この間の選挙結果の報告、地方議員の選挙結果や、仙台市長選挙の選挙結果なんかも合わせまして、この間の選挙結果報告と、特別党員入党や支部長の変更について図った次第です。ぐらいかな。はい、大阪維新の会の懇談会ですかね、を開催予定でございます。9月に開催予定となっております。こちらの、まあ、コロナ禍ということもございますし、今回飲食なしで、懇談会の会費につきましても通常よりは抑えて、という予定でございます。詳細についてはまた追って、お伝えしますが、はい、はい、それではご質問の方、社名氏名述べていただいた上で、幹事長代表どちらかに、どちらに ご質問かを指名の上、明示の上ご質問願います。はい、読売新聞の山本です。代表でも幹事長でも結構なんですけど、まず参院選の総括っていうのは会議の中でなんかメンバーの人からですね、意見が出たりとかそういう場面はあるんでしょうか。今ですね、大阪維新の会メンバー全員に再選総括シートというのをお渡ししてまして、で皆さんにご意見記入いただいて、7月をいっぱいをめどに返していただく予定です。でその中では、まあ、たくさんご意見もありましたし、やっぱり広報力の強化とか、まだまだ、足腰が弱いので足腰の強化、こういったご意見も出ております。これはもう次の国政選挙はもちろん、もう来春には統一地方選挙ありますから、今回の反省を踏まえて次に生かしていきたいというふうに思います。はい、分かりました。次に予備選の準備委員会で山下さんを委員長に指名ということだったんですけども、今この準備委員会のメンバーであったりだとか、今後ですね、どういったスケジュールで物事を進めていくとか、どういう方法でやるとか、そういった議論は、議論だったり話とかっていうのは今日はあったんでしょうか。予備選の準備委員会の委員長にですね、今後のメンバーの人選については一任するということも決めました。ですので、今後まあ委員長の下で、その複数のメンバーが準備委員会に入ると、そして制度設計をしていくということになると思います。大きなスケジュール感としましては、秋までにこの準備予備選というのは初めての経験でもありますから、予備選の詳細な設計をします。どういったふうに、どういうふうに進めて、どういうふうに決めていくのかという決め方について、制度設計を今年の秋までに準備委員会で行います。で秋に準備委員会を、まあ、実行委員会に格上げをいたしまして、そして秋からその設計に基づいて、現実的に予備選をするということになると思います。そしてまあ年内の目途に大阪維新の会の候補予定者、大阪市長選挙における候補予定者を決めたいと思っています。まあ、大きなスケジュールはそういうスケジュールです。これについて代表にまあ初めてのことというふうに話されたんですけれども、まあ、その初めてのことをやることへのまあ期待感というか、予備選をやることについては、意義というのは改めてどういうふうにお考えになっているんでしょうか。オープンなやり方で、公正に、議論を戦わせて、大阪維新の会の改革スピリッツ、これを実行する人を選んでいきたいと思います。
まあ、それをまさに予備選という手続きを通じて、これはもう見える化をしてですね、やっていきたいと、まあ、そう思って、ね、います、まあ、あとどうやって決めていくかとか何をするかはまさに今立ち上げたところですので、まあ、そこの準備委員会で詳細なやり方を決めていってもらえたらと思います。分かりました。その最後に代表選についてなんですけれども、これはかねてから代表おっしゃってたと思いますが、大阪維新の会というその組織として、まあ何て言うんでしょう、組織内候補というか、まあ、そういうのは決められないというふうに話をしてたんですけれども、今回の全体会議の場でも、まあ、そういったことを、まあ、何て言うんでしょう、期間決定というか、まあ、そういうことを決めておくことっていうのは今回されたんでしょうか。冒頭申し上げた通りですので、それぞれの議員の活動というのはあると思うけど、しっかりと選挙をやって、そしてその選挙の結果には従おうと、一致団結をしようということは申し上げた通りです。で、僕自身が代表選に出ることがないということを申し上げてます。幹事会においてでしたかね、そこで推薦人になることもないというのを申し上げてますので、大阪維新の会とすれば、大阪維新の会が組織として誰か特定の人を代表に押していくということはやらないということです。ただもちろんこれ大阪維新の会のメンバーだから、それぞれの思いがあるわけなんで、誰をこう支持して応援していくのかというのはもう自由にやってもらったらいいと思います。だから自由に選挙をしたらいいと思います。ただ自由に選挙をやる以上、それは責任もあるわけだから、決まった結果には全員が従うということが大阪維新の会の、決め事であり方向性です。これは全体会議で確認をしたということです。わかりました。朝日新聞の深夜です。吉村代表にお尋ねします。今回市長選の予備選の話題があったということですが、知事選の方は吉村代表本人が2期目挑戦されるということでしょうか。いえ、まあ、僕自身がどうするかというのはまだ決めていません。そのあたりはいつ頃判断されるんでしょうか。まあ、任期がありますから、残された自分の任期をしっかり全うするということをまずやりたいと。ありがとうございます。NHK の谷口代表幹事長としても結構なんですけれども、秋頃までに準備委員会の関係で制度設計をされるということですが、候補者の方を統合したりとか、まあ、一番話出ていまして、世論調査を行うとかっていうのは、秋から冬の、まあ、一定の結構短い期間にギュッとやるという、そういうスケジュール感という認識でいいでしょうか。そうですね。9月、まあ、目標ですけど、9月の懇親会を、大阪市の会の懇親会がありますので、その時には、その時までには詳細設計というのは確定をさせたいと思ってます。で、そこから実質スタートをして、進めていきたい。まあ、いろんな世論調査も当然やりますし、いろんなオープンの場で議論を戦わせるというのもやりますし、またその戦わせ方も、ちょっといろいろ工夫もしながらやっていくべきだと思っています。なので、それを、まあ、9月の中旬ぐらいに、からスタートして、そして、まあ、12月の初旬中旬年内いっぱいぐらいに大阪市の会としての市長の候補予定者を決めたいと思っています。なので3ヶ月ぐらいですかね。代表にお伺いしますが、市長候補になられる方、どんな人に候補してほしいとか、そういったことをやればいいか。これはもうやっぱり維新の会のこの理念、今までやってきたこと、この改革スピリッツ、そういった新しいチャレンジをする、まあ、そういった新しいリーダーというのを、多くのメンバーが僕は立候補してもらいたいと、まあ、そう思ってます。で、選挙で、まあ、選挙、まあ、決め方、まあ、ちょっとまた自民会で決めますけど、その中で決めていくということになると思います。準備委員会で決めることかもしれないんですが、その応募したときは党員の方って感じですか、もうちょっと広く一般の人もみたいな。それはこれからになると思います、まあ、誰でもということになったらなかなかならないですね。ABC の木村です。代表に加えました。
市長選の予備選の件ですけれども、予備選をするということは、やはり立候補するということが前提になると思うんですけれども、その例えば著名な方をスカウトしてきて、立候補してもらうということも考えられるんでしょうか。それはないですね。その人自身が、その人というか、そういう方が出てくれば当然、それは選択肢ありえると思いますけど、こちらからスカウトしてやるっていうのは特にはないです。代表がしないにしても、自身のメンバーの中で、各声が出てきて、代表をスカウトしてくるということはあり得る。それはちょっとわからないですね。最後は本人が決められることだと思いますが、まあ、本人が決めれば、それはその予備選で決めた、準備委員会で決めた対象になるんであれば、対象にはなってくるだろうと。そうすると、さっきの質問に関連すると思いますけど、党員に限るとか、議員に限るとか、まあ、今も党員に限るんであれば、死後、全く外からということは。いや、だから、これも準備委員会で決めますけど、党員に限る必要はないと思いますよ。党員とか議員に限る必要はないと思います。誰でもいいのかというと、それは手を挙げ、いろんな方は、誰でも最初の土俵に立つのかというと、やっぱそうでもないと思うので、一定の、選考みたいなのはあると思いますけれども、それはもちろん議員に限る必要はないと思うし、党員に限る必要もない。ただ誰でもっていうことはやっぱりならないから、予備選をする以上、それ一定の絞り込みをかけた上でのスタートじゃないと、それ3ヶ月やってですね、誰でも中学ではならないと思いますが、まあ、そこは委員長に、この詳細設計を決めてもらいたいと。ABC テレビの尾崎ですけども、先ほど世論調査も当然やることになるだろうというお話でしたが、つまりその党内の世論だけではなくて、一般の市民の方の意識というか、こういう部分を予備選に取り込んでいくという、やっぱりそういうお考えでしょうか。そういう考え方です。はい、産経新聞の尾崎です。ちょっと世論調査の部分なんですけども、やはり公職選挙法の部分で引っかからないようにしていくということが大切になってくると思うんですが、そういったことを9月頃のまでには決めていきたいということでしょうか。そうです。公職選挙法に抵触しないように、そういった制度設計を作っていくと。ですので、今から準備委員会として、重要になってきますけど、今から立ち上げて、その9月まで、2ヶ月ぐらいありますが、この間に、もちろんこれ公職選挙に抵触しない、というのは当然の前提で、進めていく。詳細設計をするということになると思います。すみません、もう一点なんですけど、年内には、決めたいというところで、年明け4月とかになってくると思うんですが、統一地方選がですね、年内にというところを、そこを区切りに持ってこられた理由とかもしれないと思います。いや、特に大きな理由はないです。予備選でもずっとやり続けるわけではないと思います。秋に詳細設計が決まれば、3ヶ月程度あれば十分ここは判断できると思います。はい、他よろしいですか。じゃあ、はい、共同通信の記者です。ちょっと今日の議題からちょっと離れてしまうかもしれないですけど、冒頭に代表が統一選に認められるという少し申し上げていて、この間のフランス総でその都構想新しい選択肢がないみたいな話も党内に出てきている中で、統一選挙区にある程度距離をしていると思うんですけど、代表と各所それぞれそのどういうところをこう新たな柱としてこう統一選挙で戦っていくかみたいな、どこでどう訴えていくかみたいな、今の時点で何か考えておられるのか。マニフェストを作って当然統一選で戦っていくんですが、そのじゃあ都構想に変わる直ちにその同様な内容のものが出るかというと、これやっぱり都構想というのは大阪の長い歴史の中で抱えてきた課題があるからこそ の議論でしたので、おいそれと出てくるものではないというのは分かっています。でその上で当然万博やIR を目指して大阪の成長というところと、でもう一つは都構想というのがないにしても、大阪全体でこう人口減少や各自治体での、行政運営が難しくなってくるという課題はあるので、その大阪全体で適切な行政運営、この風刺に限らずですね、
周辺市町村も含めてどのようにしていくべきかというのは各地方議員と相談しながら提案できたらなというのは思っております。それが直ちにその都構想に変わる緩和政策になるかというと別にそういうつもりでまとめるのではなくてあくまで僕らのビジョンとして大阪の将来の地方自治のあり方というのは提案していきたいなとは思っています。これは都構想は大阪維新の会はまだ掲げ続けてますから僕自身は、ね、もう2回やりましたけど2回否決されてやらないと言いましたけど大阪と大阪市の二重行政というのは今はこういろんな組織も含めて府市一体の成長戦略で実行しているけどもう組織がバラバラになったらまた元 の二重行政に戻るわけだから大阪維新の会として大阪都構想をやめると言ったことは一度もありません。だから今後出てくる人がどういう人が出てくるかわからないけれどもそういうところも当然あり得ると思うし、まあ、今の目指すべき方向性とすれば僕が掲げているようなことを今やっているということなのでそれは状況によっては当然変わることもあると思うしまた予備選の候補予定者予備選のに出てくる人がどういう人が出るか出るか俺もわからないけどもそういう人が思うところもいろいろあるだろうし大阪維新の会としてのマニフェストの骨子みたいなのは秋ぐらいに一定程度をまとめていこうというふうに言ってますがただそういう意味で新しい市長候補も含めて市長候補予定者も含めて、最終的にはマニフェストは年明け以降になると思う、その中でまとまっていくということです、なので無理に形だけの都構想とか形だけの旗というのは僕はやる必要はないと思うし、そこにこだわる必要は僕自身はないんじゃないかと思う。吉村副代表後ろに行ってありますので、読売テレビ岡村です。吉村代表にまず伺います。代表選日本維新の会の代表選には出ないことを明言されておりますが市長選挙に関しては可能性としては吉村さんが出るという可能性選択肢としてはあり得るのか伺わせていただきましょう。それはないですよね。なし、横山さんでも予備選に予備選も含めてなんですけど最終的に吉村さんが市長選挙に改めて出るという可能性またクロスするわけだ全部行ってクロスするわけです。府知事選挙に比べると市長選挙って、前回の票差もそうですけど、必ずしも超圧勝ってわけではなかったと思うのでそのあたり、構図を見たときに市長選挙に吉村さんが出る可能性っていうのはあるのかなっていう意図でございます。僕は今の知事の任期を全うする、そこにつきます、自分が政治家としてどうするかというのはまださっき決めてませんから一生懸命もう市長も一気あり知事もこれ一気やってるわけだ分骨最新僕なりに一生懸命頑張ってやってきてますね。任期が来年の春までなんでその先どうするかというのはまだ決めてないです。横山幹事長にも伺いたいんですけど、市長選挙に向けてはご自身で現時点で立候補の気持ちはありますか？予備選にですか、現時点では何も考えてないです。というのは、私は大阪市の方が幹事長ですので、やっぱり統一地方選挙で擁立する全候補者を勝たすこと、これがもう至上命題だと思っています。で、とにかくそれに集中するというのが今の仕事だと思うので、そこでは今は考えていないです。はい、ありがとうございます。先ほどの都構想の件ですが、吉村さんは自分はもうやらないとおっしゃって、仮の話で恐縮ですが、知事をもう一回やられたら、向こう4年間はやらないということで、よろしいですか？そうですね。僕自身がやることはないと。次の知事選で都構想、次の知事選出るかどうか言ってない。もしくは対調選を掲げて出るなんてことはあり得るんです。いや、もうとりあえずこの任期を全うするということです。あと先のことは決めてません。先のもう一生懸命一時や4年やってきてる話ですから、ね、日本維新の副代表としてもやってきてますんで、あとはもう自分の人生をどうするかはもう自分で決めます。ただ確認ですけど、もう一期やられたら向こう4年間やらないということで、いや、だからもう一期やるかどうかは決めてないから、その先はもう決めてないということです。先ほどやらないとおっしゃったと思います。それはじゃあ撤回。もうだから僕は任期ね、春までの任期を一生懸命やると決めてる。あと先のその先の人生はもう自分で決めさせてください。いや、そうではなくて、
その先の人生は自由ですけど、知事をやった場合にと構想をやるかどうかを考えて、ちょっと家庭のご質問には答えられないという、すいません、はい、形の中への回答ですいませんけど、はい、あと市長の予選は12月に決めるとなると、市長の候補が決まっているのに、知事候補が決まっていないというのはおかしいと思うので、12月までには態度を表明されると考えてよろしいですか。まあ、それももう自分でどうするか決めます。知事選挙と市長選挙は必ず同時に大阪維新の候補予定者を決めなきゃいかんというものでもないと思います。まあ、ただ知事選挙の場合は、ただ予備選みたいなのはもうできへんでしょうね。と思ってます。時期は別に一緒である必要はないだろうと思います。はい、はい、他よろしいですか。はい、それでは終了します。どうぞ。